シャイレーンに笑いかけた。シャイレーンに笑ってと伝えた。シャイレーンはおとなしくなった。橋の方でアーロンがうなずいている。なんでアーロンおるの？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、てことで進んでいきますかね。お、こんなとこにまで。なんなの、どこまで出てくるの？おいらも望遠鏡ビジネスを始めてみたよ。このプレミアム望遠鏡、1回5万5万ゴールドだけど、あんたはお友達料金でタラでいいぜ。お、やった、ありがとう。どうする？望遠鏡を使います。望遠鏡ビジネスなんやね、これ。なんもなくね？え、なんにもないやん。え、なんもないよ。何も見えんよ。大丈夫？ちょっと。え、何一つ見えんねえけど。あれ、ご満足いただけなかったか？心配すんな。全額返金するぜ。いや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 。え、なにこれ？なんか目についとんやけど。え、目が、どういうこと？星って何？触れるの？美味しいの？殺せるの？あなたは星なの？違うから殺さないでください。なんかすごい幻想的な感じの場所やね。ちょっとこっち気になるけん、こっち行っとこっか、先。びっくりした。こんなところにもナイスクリーム。古代文字を塗りつぶすように21種類のフレーバーリストが書いてある。え、この部屋全体使いよるってこと？21種類もあるんやね、すごい。店を移動してみたけど、相変わらず客足は伸びないね。まあ、こんなところで販売してもね、前の場所の方がまだいいんじゃない？でも大丈夫。新しいシステムを導入してみたんだ。パンチカードさ。ナイスクリームを1つお買い上げいただくたびに、その箱からカードを1枚プレゼント。カードが3枚貯まったら、ナイスクリームに1つと交換できるってわけ。これでリピーターが増えること間違いなし。ナイスクリームいかがすか？舌にひんやり、心はほっこり、美味しいフローズンスイーツだよ。今だけたったの25ゴールド。なんか、ん？高くなってない？気のせいかな？前15じゃなかったっけ？気のせい？まあ、買うわ。あ、荷物多いのか？マジか。ちょっと待ってね。パンチカードを入れる箱だ。今は何も入っていない。あ、そっか、そこは使えんのか。あれ？見て。目の赤いやつ消えてる。消えてるわ。一元ボックスを使います。どうしよっかな。あ、棒切れとかってちょっとどうなん？この辺装備できるんやない？どういうこと？どういうこと？そういう使い方？包帯。包帯は？包帯を巻き直してまだちょっとゆるゆるだ。あ、そういうやつなんや、これ。ってことはちょっと無駄に使ってしまったということやね。勇ましいバンダナ。これで装備できたかな。はい、ってことで。ナイスクリーム一つください。でもフレーバー21種類もあるのに選べんっていうね。前通り。はい、どうぞ。箱からカードを取ってね。ナイスクリームを手に入れた。はい、これで箱の中にカードが1枚入っている。何、マジックなの？さっきまで何も入ってなかったのに。カードを取る？取ります。持ってんやないかい。ちょっと待って。装備したところでってことなん？もしかして。そういうこと？じゃ、棒切れいらんやろ。じゃあこれで、取れますかね。はい、取ります。パンチカードを手に入れた。やったね。さ、ってことで。あ、これもしかしてこっちも、あ、進んでいける。なになになに、なんか怪しげな感じになってきたけど。あ。通りすがりの会話が聞こえる。願い事ないの？一つも？通りすがりの会話が聞こえる。一つだけあるけど、くだらないことだから。なんやろ、気になるやん。通りすがりの会話もっと。なになになに、びっくりした。いつもあれにすごいびっくりするんよね。はい、速攻で。あれ？もしかして全部消したら何か。消えることができる。バレエシューズを見つけた。どうする？バレエシューズ欲しいなぁ。ってことは、あ、お風呂のチュッチュ。あ、そっか、これがあるんよね。ちょっと待って、ドロップ。てかバビコありすぎなんじゃね、私。もしかして上下揃えたらなんかなるとか、そういうことはない？うう
何？もしもし、パピルスです。さっき貴様がどんな格好をしてるか聞いたでしょ？それを知りたがってた友達はね、貴様に殺人願望を抱いているんだ。でも心配いらないから、パピルス様は貴様を裏切ったりはしない。貴様はお風呂の土を身につけていないと言ったな。だから友達には貴様がお風呂の土を身につけていると伝えておいた。あからさまな嘘をつくのは心が痛いんだ。だが貴様はお風呂の土を身につけていないんだから、これで彼女に襲われる心配はないぞ。あれ、女なの？マジで？貴様の身の安全は保証された。ふぅ、まったく骨が折れる。俺様は皆と仲良くしたいだけなのに。え、怖いんですけど、なになになに？お風呂の土。いや、装備した、装備したんですけど、今。インフォが情報か。え、待って、自分は？あ、自分これだな。お風呂の父を外すにはどうすればいいんだろうか。外せんくね？怖っ。あ、勇ましいバンダナをつけたらいいんかな。いや、関係ない、もしかして。いや、関係ある。よーし。そう、私は、お風呂の父を身につけてない。ちょ、待って。あ、くそ、何もできねえ。ってことは、とりあえずここでポーズをとっておけば。筋肉自慢？よーし。しないでください。ちょ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 、筋肉関係ねえ。しかもめっちゃ当たる。はい、ポーズをとる。どんだけ攻撃力上げる？うわ、怖い怖い怖い。なに？石つぶてやん。石つぶてやん。てかめっちゃ当たってね。筋肉見せるのを待ってる？はい。え、どういうこと？どっか飛んでったわ。あ、こっちには行けんのか。こっち？通りすがりの会話が聞こえる。そんなことないよ。大丈夫。笑わない。約束する。てか、どんだけの距離かけて話してんの、その話。お、これは。人間の魂を奪う我々モンスターの力。人間たちはこれを恐れた。うんうん。あ、まだ歴史が続いてるってこと？ここ。え？何あれ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 、え、めっちゃついてくるんですけど。え、何何何何何、めっちゃキラキラおめめなんやけど、誰？あ、どうも、こんにちは。通りすがりの人？私、オニオンさんだお。オニオンさんって呼んでよ。なんか、顔変わったな。どうした？ブサイクになったぞ。さっきから可愛くはなかったけど。ウォーターフェルは初めて？ここはいいとこだお。オニオンさんも大好きだお。お気に入りだお。なんで自分のことさん付けなんだ。でも最近水がどんどん減ってきてるお。だからずーっとしゃがんでないと頭が出ちゃうお。でも、いいんだお。都に住むよりマシだお。人の多い水族館で生活するなんて真っ平だお。友達はみんな水族館暮らしだけど。オニオンなのになんで水族館暮らしなんだ。どうせ水族館は満員だお。住みたくても無理だお。本当は住みたいの？でも大丈夫だお。アンダインが何とかしてくれるお。オニオンさんはここを出て広い海で暮らすんだお。畑じゃなくって？あ、出口に着いたね。じゃ、またねー。ブク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 。どうしたの？話せる相手が欲しかったの？なんか意外と。いやー、びっくりしたー。もうやめてよ。シャイレンは部屋の隅に隠れた。しかしなぜか出会ってしまった。どういうことやねん。微笑む。シャイレンに笑いかけた。シャイレンに笑ってと伝えた。シャイレンはおとなしくなった。端の方でアーロンがうなずいている。なんでアーロンおるの？なんでアーロンいるの？あ、もしや。びっくりした。攻撃してくるんかい。シャイレンは尾びれでビートを刻んでいる。カミングしてみよう。ファンキーな歌を口ずさんだ。シャイレンも歌った。なになに、ししししレレン耳。怖い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 。ちょちょちょ、やめてやめてやめて、歌わないで。シャイレンは誰かの歌に合わせて歌う方が落ち着くようだ。歌わないで。怖い。びっくりするわ。まったく。北の間には大いなる財宝が眠る。おっしゃ、行こう。罠じゃないよね。なにこれ。ピアノだ。弾いてみる？弾いてみよう。あ、こういう、ちょっと待って。こう、こう。あれ？あれ？わからない。ちょっと待って。なにこれ。回廊の奥に響く不気味な調べ、共に奏でよう。最初の8音だけでいい。
どういうこと？回廊の奥に？こっちになんかあるってこと？うん、なんかいっぱい書いてる。人間にはこれに対抗する手段はない。彼らは我々の魂を奪うことはできない。モンスターが死ぬと、その魂は直ちに消滅する。また、生きたモンスターから魂を奪うには途方もない力が必要となるのだ。ただし一つだけ例外がある。ボスモンスターと呼ばれる特殊な種族の魂である。ボスモンスターの魂は強く、死後もすぐには消えない。わずかな時間だが、その場に留まり続けるのだ。これを人間が取り込むことは可能だろう。しかしこれまでに実例はない。そして今後もそのようなことは決して起こり得ない。え、何？何なのこれ。石像だ。足のあたりは濡れていないようだ。ほう。何の石像なんやろ。一本どうぞ。あ、じゃあこれで傘を借ります。これでなんか傘さしてあげたらいいんじゃない？はい。石像に傘をさしてあげる。お、傘地蔵や傘地蔵。石像に傘をさしてあげた。石像の中からオルゴールの音が聞こえ始めた。なんなんやろ。音楽は鳴り続けている。止まる気配はない。なんかよくわからんけど。まあ、進んでいきますか。なんかこの辺めっちゃ雨降りよるなぁ。おっす！お前ん手も傘を握れない構造なの？違うよ、別に。お前が濡れて歩くんなら俺も一緒に行くかな。出発！お、これ。見て見てこれ、ちゃんと映っとる。水たまりに顔が。なんかこの子と一緒に寄ったらまた襲われそうな気がしてしょうがないんよね。てかあのピアノのやつ何やったんやろ、めっちゃ気になるんやけど。オルゴールと関係あるんかな。アンダイン、やっぱかっこいいよな。悪い奴らをぶっ飛ばしてくれるし、絶対負けないし。俺もし人間だったら、怖くて毎晩おねしょしちゃうね。アンダインにぶっ飛ばされるよ、つって。やめてくれる、そういう話。なんかそろそろ現れそうじゃない、アンダイン。そういう話をしていたら。何？前にさ、学校で花を育てる授業があったんだけど、王様じゃないや、ドリーマーさんがね、花を寄付してくれたんだ。ドリーマーさんは学校にも来て、みんなに責任とかの話をしてくれてさ、そんで思ったんだけど、アンダインが学校に来たら最高じゃん？きっと先生をみんなぶっ飛ばしてくれるぜ。それ最高なの？てか先生は人間なの？あー、でもアンダインは先生をぶっ飛ばしたりしないか。罪もない人に暴力振るったりしないよな。私も罪ないんだけどな。お城や、お城。お、出てきた、出てきた。何？なんか急に速くなった。どうした？何してんの？え？何？おお、びっくりした。何そんな急に歩くスピード変わるの？あ、また傘や。傘借りよ。この段差、高すぎて登れそうにないな。え？お前、アンダインに会いたいんだろ？傘を置いて俺の肩に乗っかれよ。傘置くの？返します。おお、行けた。じゃ、先行っててくれ。俺のことは気にすんなって。抜け道見つけるの得意だからさ。おお。大丈夫？間抜けみたいだけど。そして恐怖に駆られた人間たちは、我々モンスターに戦いを挑んだ。彼らは何の前触れもなく攻めてくると、我々を襲い、一人も見逃しはしなかった。だからまあモンスターは人間を恨んでるということか。遠くに響く優しいオルゴールの音色を聞くと、決意がみなぎった。まだ聞こえてくるんか、オルゴール。あのオルゴールとピアノが関係しとる気がするよね。戦いの末期はもはや戦とも呼べぬ状況だった。団結した人間たちは、あまりに強く、モンスターたちはあまりに非力だった。人間魂を一つも奪うことなく、無数のモンスターたちがチリと化した。なんかモンスターがかわいそうな感じになってくるね。ね、怖いんだけど、アンダイン現れそうじゃない？これ、こういうさ、なに？あ？なに？あー、やられそう、私。ほら、来たよ、来たよ。来た、やめて。やめてください。なんなんこれ、どういう状況？あれ、どこにおるの、アンダイン。謎すぎる状態なんやけど。ふい。怖い。これ、どこに行けばいいの？はい、怖ーい。
なんなんこれ。あこ、こわ。これはどこへ行けばいいんすか。どん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 右へ行けばいいんかな。え、違う。行き止まりやん、これ。いやー。何？どこへ行けば正解なの、これは。ちょ、全くわからん、全くわからん。ただ、攻撃する場所を見せてくれるけん。あー！つらい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 。そういう感じ。やめてください。今、私の体力は、お、端っこにいたら大丈夫だったぞ。お、こっちか。行く場所。つらい、怖い、無理。めっちゃやられる。下へ行けばいいんかな。あ、広い部屋に出てきたっぽい。ちょ、やめて、怖いっ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 て。なんかスピード上がってきた。つわー。お、この先か。ああ、まだ続いてるのね。はい。てか、アンダインの姿もう見えなくなったんだけど。え、行き止まりじゃね？え？ん？いなくなった？え？え、来た、もしかして。うわー、来たー、死んだー。あ、でもほら、お風呂の父は私来てないから。うぃー。道が切られたよ。どういう状態？こっちから聞こえたと思ったけどな。あれ？君は？ひょっとして落ちてきたの？怪我はない？大丈夫？立てる？アユナって言うんだ。いい名前だね。僕の名前は？何？誰？なんで必ず寝る場所には花が？え？何これ？何これ？何これ？え？この場所以外は、あれなんか。なんか、え？水？なんか体力減りよる、もしかして。毒？ではないっぽいね。なにこれなにこれなにこれ。ゴミ？ゴミの山だ。見覚えのあるメーカーの名前がいくつもある。ふんふん。あれ？この辺は、なんか埋もれる場所と埋もれん場所があるね。滝は洞窟の天井から流れてくるようだ。時々ゴミも一緒に流れてきて、どこまでも深い滝壺の闇に消えていく。何の役にも立たないゴミのサイクルを延々と見ていたら、決意がみなぎった。いろんなところで決意がみなぎりますね。もしかして滝の裏とか入れたりする？入れないわ。全く入れなかったわ。てか、誰の声やったんよ、さっきの。錆びた自転車にそっと触れた。ホーンが悲しげな音を立てた。何今の？何の音さっきの？ボロボロのデスクトップ PC だ。中は空っぽだ。クーラーボックスだ。メーカーの名前はない。まるで新品のようだ。中にはフリーズドライの宇宙食がいくつか入っている。なんで宇宙食？拾っとこ。持ってんやないかーい。ん？あれってマネキンじゃない？アニメの DVD のケースだ。ケースの端には必死にかきむしったような爪痕がついている。どこにでもあるバトルチュートリアル用のマネキンのようだ。ボコってみる？ボコりません。お互いの目はしばし見つめ合った。生きてないよね。ん？やっぱりマネキンが？お？え？ははは、俺と一戦交える気概もないか。俺はマネキンに取り付いている亡霊だ。俺のいてこもかつてマネキンに取り付いていた。そう。貴様がそのマネキンを破壊するまではな。あ、え？あの時破壊したマネキン？我々亡霊は完璧な器を探し求めている。そして少しずつ少しずつ新しい体と一体化していき、いつの日か再び肉体を手に入れることを夢見ているのだ。あれがこんなとこに繋がっとんや。生きている奴らのように笑ったり、人を愛したり、踊ったりできるよな。なのに貴様は、いとこの未来を奪った。許さん。許さん。絶対に許さん。覚悟しろ人間。その肉体に別れを告げてもらうぞ。俺がこの手で貴様の魂を引きずり出してやる。めっちゃ怒っとるやん。プンスカマネキンに行く手塞がれた。なんかすっごい不気味な顔やし、名前は可愛いし。話せばわかるよ。マネキンに話しかけた。会話は弾まなかった。誰も嬉しそうじゃない。バカめ、バカめ、うわーカメ。
何あれ何あれ何あれ、ちょ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 、なんかさ、モンスターによってさ全然攻撃が違って面白いね。え、自分いたたたた、このデクノボードもが、え、そういう感じ。魔法攻撃を俺に当てるな。おい貴様、俺が魔法と言ったことは忘れろ。いいな。プンスカマネキンは不安げだ。話す。貴様を倒してその魂をいただく。ああ。とりあえず、攻撃があいつ自身に当たるようにすればいいということよね。プンスカマネキンは弾丸をこき使っている。弾丸？なんかよくわからんけど。はっ！バラバラになった！バカめ、バカめ、バカめ。俺の器を攻撃したところで痛くも痒くもないわ。俺は未だ実体を持たぬのだ、このデクノ棒が。なるほどね。待てよ、デクノ棒って褒め言葉か？褒め言葉じゃないけど。要は、じゃあまあ、こいつらに攻撃させるしかないってことか。攻撃方法。プンスカマネキンは鏡の前に睨む顔をした。そしてそのままこちらを向いた。間違えた、また攻撃しちゃったわ。貴様の魂を使ってバリアの外へ行く。おお、なんか増えてきた増えてきた増えてきた。ちょ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 、怖い。自分に攻撃当たりまくりよるけど大丈夫。プンスカマネキンは腕なしスカダンスをしている。何それ。何ですかそれ。そしておしゃれな店のショーウィンドウの中に立つ。あれなんや、結局はあのマネキンとしての生涯を送ろうとはしてるわけやね。プンスカマネキンはダイアログボックス中に綿を撒き散らしている。あれ綿なん。そうすれば全てが俺のものになる。そんなことは一切ないと思うけど。あれと同じ列に追ったら攻撃は当たらないということかな。あー、それといとこの無念も晴らせる。で、ついでみたいになったけど。お、ちょ、当たれよ。なんか当たることもなくなってきたんやけど。いとこの名前なんだっけ。絶対いとこのことなんとも思ってなかったやろ。お、当たった当たった、いいぞいいぞ。とりあえず会話はいつまでも弾まんみたいやけど。かまわんかまわんかまわん、かまわんくねえわ。ふう、ちょ、真ん中の方に来てくれます。とりあえず回復しようっと。哀れ哀れ哀れ、哀れなのは君だよ。はい、ういっと、そのパターンのやつか。飛んでくるんかと思った。バカめバカめバカめ。お、戻ったかな会話。怖い。じゃ、真ん中に来てって、当たらんやんそれじゃあ。もうそれしか言わなくなったな。さあ来いよ。ほほ、あ、危険。しかしそれは当たるね。やったー。あ、お化けない。あ、そっかそっか、亡霊って言いよったね。そうかそうかそうか、忘れてたわ。てか、どういうマネキンなんかが私にはよくわからないんだけど、何型なのあれ。ちょうど攻撃が当たるところに来てほしい。弱い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 のは君じゃないのかい。く、真ん中に来いよ。くそ、全然当たらねえ。無駄だ無駄無駄無駄。これ一旦攻撃してバラバラにした方がいいんかな。どうなんやろう。バラバラにする必要はないんかな。おい貴様ら、ういデクノボーデクノボーめ、デクノボードもめ、俺に向かって撃つなと言ったはずだな。貴様ら全員クビだ。この脳なしが、捨ててやる。はは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 。よし、俺の本当の力を見せてやる。ゴミではない者たちに代わりに戦ってもらうのだ。
ウィーンという機械音が響く。あ、ウィーンという機械音が響くってことか。やっぱり会話は弾まないな。マネキンロボ、魔法ミサイル。お、ミサイルになったやん。これ自分に当たったら、あー、そういう感じで来るのね。じゃあやめてよ。お、当たった。え、でも当たったけど、大してダメージ受けてないな。魔法ミサイルって言ったけど、マネキンラボもう一度だ。うわー、そういう感じで来る。あー、やめて。あっち、あっ、くっそ、そっちじゃないよ。そっちじゃなくってさ、マネキンロボこの下手くそ、んなこと言ってたら攻撃されちゃうよ。多すぎます。あっち行け、あっち。お、結構いい感じに当たっとんじゃない。シングルバビコ、マネキンロボファイナルアタック。うおっと、いや、やめて。てかロッ、え、おっと、どう、やめてください。あっちへ行け、あっち。あー、そっちじゃないんよね。う、嘘だろ。こいつら、さっきのやつらよりもっとゴミだぞ。もういい、もういい、もう知るか。仲間なんかいらねえよ。え、本人、俺にはこのナイフがある。ダメージ受け散った、普通に。ナイフ切れだ。でもそんなの関係ねえ。え、小島よしお貴様は俺を倒せない。俺は貴様を倒せない。ダメやん。貴様はここでずっと俺と戦い続けるのだ。永久に、永遠に、いつまでもな。え、それは自分も嫌じゃね。あー、何の攻撃。あ、なんだ。うわー、酸性雨だ。くそ、もういい。あばよ。どういうことやねん。あー、懐かしの。ごめん、なんか邪魔しちゃったみたいだね。全然邪魔じゃない。助かったわ。君の友達帰っちゃった。どうしよう、せっかく楽しそうにしてたのにね。友達じゃないからあれ。ちょっと挨拶したかっただけなんだ。大丈夫よ。じゃあもうお家に帰るね。もしよかったらついてきてもいいよ。別に来なくてもいいけど、きっと忙しいと思うし。いいの、気にしないで。行ってみただけだから。待って、ついてくから、ちょっと待って。あ、この道を上に行ったところに住んでるよ。来てもいいし、別に来なくてもいいけど。了解。穏やかな静けさの中で決意がみなぎった。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あの子の名前をいまいち覚えれてないんだけど、ナップスタブルークやったっけ。なんかそんな感じの名前やったよね。